皆さんこんにちは。心理カウンセラーの野田健太郎と申します。今日もご覧くださりありがとうございます。今日はですね、太郎さんのツイッターのブロック基準に関して、ちょっと取り上げてお話をしてみたいなというふうに思います。1月10日、火曜日のですね、ネットニュース日刊現代デジタルというね、ところが出している記事の中に、この件について取り上げられていました。はい。ですね、タイトルが、コメントしたことないのに、…河野太郎大臣のツイッターブロック基準にユーザー戸惑いというね、テーマで記事が載っていました。この方のテーマを扱うこと自体が YouTube 上で結構怖いんですけれども、なぜかというと僕も過去にですね、何本も削除されています。なので、ちょっとね、気をつけながらお話をしたいなというふうに思うんですが、少し前に、僕もまた取り上げています。1月3日の日に、太郎さんのね、ブログでネット上のデマについてっていうね、記事が出たんですが、その記事について、お話ししている動画。そしてですね、1月6日にも、太郎さんのね、ツイッターでのツイートが、炎上している件で、京都大学名誉教授の福島先生の、勉強会で話されている、切り抜きのね、動画に対して、ツイートしている形で、反〇〇〇〇のデマゴーグっていう言葉を使っていた件について、ちょっと動画で取り上げています。これはね、本当に、もうひどい話だなと思いますよ。その2本とも概要欄にリンク貼っておきますので、まだの方はよかったらご覧いただきたいなというふうに思います。本当にね、反〇〇〇。まず反〇〇〇〇っていうことを使う、この言葉自体が本当に僕腹立たしいんですけれども、デマゴーグっていうね、言葉も使って、専門家の先生を、比喩するというのはあまりにもちょっとね、政治家の、しかもトップのね、政治家がやることじゃないんじゃないかなというふうに思っています。で、僕もですね、実はツイッター上で、太郎さんにブロックされています。で、なぜそれ気づいたかというと、ツイッター上で、たくさんの方がね、私もブロックされてたとかね、ブロックされたっていうことを挙げている人がいっぱいいて、そんな、ブロックなんてされるのかなと思って僕見に行ったらブロックされてたんですね。この辺出ますでしょうか。で、なぜ僕がブロックされたかっていうことなんですね。で、当然ね、SNS 上、あまりにもね、ひどい誹謗中傷だったりとか、その人の、例えば僕だったら僕のツイッターのコメント欄とかでですね、あまりにもひどい攻撃をしてくるとか、あまりにも根も葉もないようなことをね、書き込んでくるとか、もうそういう嫌がらせのような行為があった場合は、当然ですね、ブロックするのは全然、それ当然の自分を守ることとして必要なことなんじゃないかなというふうに個人的には思っています。だからブロックが悪いとは思わないんですけれども、ただですね、僕、太郎さんのツイッターにコメントしたことないんですね。ツイッターにコメントしたことないんです。一度もないのに、ブロックされてるんです。で、それはなぜなのかっていうことですよね。なので、太郎さんのツイッターでコメントしたりとか何か書いたりとかってしてない。多分僕の個人的に太郎さんのことを、書いたツイートとかね。これってどうなのとか、あとはこの YouTube に取り上げた動画を、リンクを貼ってね、投稿したりとかっていうことはありますよ。あります。でもそれだけで、なぜブロックされているのかってことですよね。何を基準に、そもそもどうやって探してブロックしていってるのかってことですよね。これ多分、太郎さん個人的にこうね、一人一人見て、こいつもブロックしやれってやってるわけじゃないと思うんです。何かの、システムにのっとって、こういうキーワードとか何かをやってる、このね、キーワード検索なのか、ちょっと何かわからないですよ。何かの基準で、そういうものをね、次々に、ブロックしていってるっていう、形なんじゃないかなと想像しているんですけれども、でもそのやり方っていうのは、そのね、次期総理候補の人気ナンバーワンと言われている、本当かどうかわからないんですがね、一応、世論調査でそういうふうにちょっと前に出ていたんですけれども、そういう人がですね、やることなのかというのは、正直個人的には疑問に思っています。ちょっとね、日刊現代のね、記事を読んでみたいと思います。河野太郎って何人ブロックしているんだろう、何百人、何千人、何万人ブロックし続けて、そして誰もいなくなったになればいいのに。これ、誰かの言葉ということですね。河野太郎にブロックされました。なぜ国民の声を無視する奴が次の総理候補1位なのか。ね、河野太郎、デジタル層のデジタル対応をめぐって、ツイッターユーザーからは戸惑いの声が出ている。
河野氏は昨年末に更新した自身のブログで、新型コロナウイルス〇〇〇〇接種をめぐるネット上のデマについてと題し、反〇〇〇〇グループが私があたかも後遺症について責任を取るなどと発言したかのようなデマをしつこく流しています。悪質なものに関しては法的手段を検討しますなどと警告している。河野氏は、菅内閣で、〇〇〇〇接種推進担当大臣を務めていた、もちろん根拠のないデマを流すことは許されないが、コロナ〇〇〇〇の効果について疑問を呈するコメントを残したり、〇〇〇〇接種後に家族を亡くしたと主張する遺族と名乗るユーザーからアカウントがブロックされているとされる報告ツイートが続々と出回っている、まあね、家族でそういう後遺症があったとか、そういう被害があったっていう方が投稿している、ツイッターも、次々とブロックされていると、さらに、河野氏に直接コメントを残していないユーザーからも、ブロック大臣ブロック大臣ブロック大臣の、太郎にブロックされたというツイートをよく見かけるから、太郎を見に行ったらブロックされていた、絡んだことはおろか初めて見に行ったのにどうやって調査してるんだろうね。これね、僕もこんな感じです。こんな感じで僕も、太郎さんのところ見に行ったらブロックされていたと、実際に絡んだことは一回もないです。太郎さんのツイッターのところに、ね、書き込んだことは一度もないですが、ブロックされたということですね。自分のツイッターのところで、話題にしたことはあります。はい。そして、何気に太郎のアカウント見ようと思ったら、この人のアカウント内でコメントもしたことない僕がなぜかブロックされているっていう点点点などとブロックに心当たりのないユーザーからの投稿が散見されている。ここ数日炎上状態が続くが、誹謗中傷はともかく、次期首相候補としてたびたび名前が上がる河野氏には反対意見も聞く姿勢を持ってほしいが点点点というね、記事になっています。たびたび僕も、太郎さんのことは、記事にしております、動画にしておりますので、この件についてもちょっと取り上げてみました。まず、一番思うのが、この今回のコロナ騒動とか〇〇〇〇、こちらのね、これについての、推進反対とかね、いろんな意見があると思うんですけれども、僕がね一番危惧していることは、もちろんこれがいい悪いっていうこととか、今回のコロナ対策がいい悪いとか、なぜ5類にしないかとか、まあいろんな問題をはらんでいます。問題はらんでいるんだけど、それに対してやっぱり国とか全体の流れが全体主義のような流れになっているっていうことが、僕は一番危機感を持っているんですね。全体主義っていうのは、正しい、これが正しいんだよっていう一方向だけが正解を押し付けられて、その反対意見だとか、もしくは反対じゃなくてもね、これってちょっとおかしいんじゃないのとか疑問を呈する声っていうのが、それが次々と潰されていく、社会になってしまってるんですね。で、例えば今回の〇〇〇〇一つ取ってみてもそうなんですけれども、もちろんね効果があるからしましょうねって本当に信じ込んで言っている先生も多分いるとかもしれないんですが、これだけ長いことやっていて、当然死亡報告件数もたくさん上がってきている。そして、重篤として副反応の報告が上がっている件数がもう何万人という人が出ているわけなんですね。で、しかもこれ今回人類に初めて使う、タイプの、〇〇〇〇であり、今現在、ファイザーもモデルナも治験中であるという状態なんですね。なので普通に客観的に考えた時に、それがね絶対にいいか悪いかではなくて、なんとなく心配だよねって思うのって普通の感情だと思うんです。なんとなく心配だよね。もうちょっと様子見てからやろうかなとか、本当にこれ大丈夫なのって、大丈夫なのとか、実際にもうこの今回の〇〇〇〇に関して警鐘を鳴らしている専門家の先生もたくさんいるわけですよね。でもそういう先生の発言というのは次々と YouTube から削除されていく。テレビには出れないとかね。そういう状況の中で、なんかおかしくないかなってね。もちろんいろんな意見があって当然のことだと思うんです。いや、それでもね、やっぱりメリットの方が多いからやった方がいいよっていう、意見もあるかもしれないし、いや、これはもうやめた方がいいんじゃないかっていう意見があってもいい。それがどちらが正しいか間違ってるかじゃなくて、それが当たり前の社会だと思うんですね。で、そういういろんな人の意見を聞きながら、一人一人が自分の人生の正解を作っていくし、何を選択するかっていう判断を一人一人がしていく。それが自己責任だと思うんですけれども、それが当たり前のことだと思うんですが、全体主義っていうのはその反対側の意見はもう当たり、もう
間違っているということで、ただ一方向の一つの正解だけを、それが正しい、それ以外のものは排除していくっていう流れに社会がなっている。これ日本だけじゃなくて多分世界中で起きていることだと思うんですが、そこに対して僕は一番、怖いなと思っています。まあ同調圧力って言われている言葉もまさにこの全体主義の流れの一つだと思うんですけれども、マスク一つ取ってもそうですよね。マスクしてないと、叩かれるとかですね、いろんなそういうことがありました。だけどマスク一つ取ってもいろんな考え方があって当然だと思うんです。でこの、太郎さんの、この今回のねブロックだけの問題じゃなくて、一連の流れを見ていくと、もう全部反〇〇〇グループっていうね、そちらが、明らかにもう間違っている。そして、あれをねすること、推進していくこと、すること、みんながしましょうねっていうことが正しいっていう前提のもと で、それ以外の人たちは間違っているっていう前提の上でこう発信を続けているわけです。それじゃなきゃ、反〇〇〇〇のデマゴーグとかね、そういう言葉って出てこないと思うんですね。で、これが政治家のトップのね、日本の国の政治家の上の方の人たちの感覚なんだっていうことが一番怖くて、こういう発言とかこういう流れを作っていることによって、こう全体主義の流れが出てきていたりとか、同調圧力的なものが出てきたりとか、そういうことによって苦しんでいる人たちがたくさんいるんだっていう感覚がですね、持ってないっていうことが一番怖いことだと思うんです。で、しかもそれがですね、一人の人間とか、もうトップの人間だけじゃなくて、その全体主義の流れというのが、当たり前のように、まあテレビのね、メディアの力もあると思うんですが、一般の人たちにもそれが浸透してしまってる。例えば、自粛をね、もっとした方がいいよとか、マスクはしなきゃいけないとか、あれをね、みんながしないから収まらないんだ。だからみんなすればいいんだって思っている人たち。その思っていることは別に悪いことではないかもしれないんですが、そういう人たち、に、まあ、いわゆる僕らからすると、まだ気づいてない人たちに対して一番、本当に、耳を傾けてほしいなと思うことは、どっちが正しいか間違ってるかじゃなくて、その考え方が全体主義の流れになっていて、それを、そういう社会をにかみんなで加担してしまってるんだっていうことに、早く気づいてほしいなというふうに思います。だって不自由ですよね。正解が一つしかない世界なんていうのは絶対にありえないと思いますし、どんなものに対したって新しく出てきたものっていうのは当然使ってみないとわからないこともある。それはね、〇〇〇〇だけじゃなくてでもですよ。いろんなことに対してね。なので、当然それに対して慎重になる意見があって当たり前だし、その慎重の意見が正しいかどうかは別としてね。慎重な意見だって当たり前だし、それに対する反対、私は嫌だって思う人がいて当たり前だし、うん。で、もちろんした方がいいよっていう人がいても当たり前かもしれないし、その中で、いろんな、みんながね、それぞれの感覚を持って、価値観を持って、考えを持って、そして、共存していくっていうのが社会だと思うんですね。で、その、反対側の意見を排除していくっていう流れ、反対の意見は悪者だっていうふうにしていく流れ、この全体主義の流れっていうのを、実は自分たちで自分たちの首を絞めていく流れになっているんじゃないかなというふうに思っています。なので、早く、まあ、コロナ騒動がね、一番分かりやすいので、それをね、メインで取り上げていますが、本当にコロナだけじゃないですよね。農業の問題もあれば、エネルギーの問題もある、食料の問題もある、少子化の問題もある、移民の問題も多分これからどんどんクローズアップしてくるでしょう。まあ、いろんな問題をはらんでいるんですが、そこに対して全部がこの全体主義の流れを作ってしまうということは、反対意見が言えなくなっていく流れになっていくっていうことに気づかないといけないと思うし、僕はそういう社会が嫌だと思ってます。僕はやっぱり、当然ね、最低限のルールの上でのことだと思うんですが、やっぱり自由な社会というものが本当に大事だと思うし、まあ、簡単に言うと、民主主義、そのね、崩壊に近づいている状態だと思うんです。なので、そういうことも含めてですね、こういう今回の太郎さんの発言の一例も、一つだと思うんですが、なんかそういう流れをね、作ろうとしているんだってことに、気づかないと、この流れっていうのはなかなか変えていけないんじゃないかなというふうに思っています。ということで、皆さんブロックされていませんでしょうか。はい。僕も見に行った時びっくりしました。ブロックされていますってね。なんでブロックされてるんだろうみたいなね。はい。ふうに思いました。ということで、ですね。まあ、過去のね、動画もよかったらご覧いただければなというふうに思います。それではまた会いましょう。バイバイ。